それでは一言お祈りをさせていただきます。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、暑い夏がやってまいりました。この過去1週間もあなたの守りをいただいて、今朝あなたの御前にこうして集められたことを心から感謝をいたします。暑さの中で体調を崩しておられる方々もいらっしゃるでしょう。また食欲をなくしておられる方もおられるかもしれません。神様がお一人お一人を守り、また励まし、この暑さの中にも心の中にあなたの御言葉を蓄えて、私たちの思いをこの地上の思いで締めるのではなく、天上のこと、主イエス・キリストのことを思い、イエス・キリストにある希望をしっかりと胸に抱くことができますように、この暑い日々の中でもお一人お一人を守り導いてくださることをお願いをいたします。今朝あなたはもう一度私たちを御前に招き入れてくださり、大胆に恵みの御座に近づきなさいと教えてくださったことを感謝いたします。一人一人あなたの恵みを必要としています。私の恵みはあなたにとって十分であると言われる、そのようなあなたからの恵みによって一人一人が力が与えられ、知恵が与えられ、希望が与えられ、命にあふれることができますように導いてください。どうか今日も生ける主イエス・キリストが聖霊によって永遠に変わることのない神の御言葉を私たちの魂に与えてくださいますように、はじめにあたり主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。毎日本当に、猛暑が続いておりますけれども、お一人お一人がこの中で、守られて、また他にもコロナの心配もございますけれども、心と体しっかりと神様に導いていただいて、信仰によって乗り切ってまいりたいと思います。中世の宗教改革者であったマルチン・ルター、有名な宗教改革者でありますが、このルターについて一つのエピソードがございます。彼はある時何かのことで、深く悩んでいたそうです。机に向かって一人で、考え事をしていました。そこへこのルターの奥様が部屋に入ってきました。彼がふと顔を上げてみると、奥様は真っ黒い喪服を着ておられたのです。ルターは奥さんに聞きました。今日は何か葬儀でもあったのかい。奥様は答えました。はい、神様のご葬儀です。え？ルターは驚きました。一体どういうことだね。すると奥様が落ち着き払ってこう言ったと言います。今朝ほどからあなたの様子を見ていると、なんだか深く悩み込んでいて、まるで神様が死んだみたいですから、神様のご葬儀でもあるのかと思って、こんな風におっしゃったそうです。マルティン・ルターはそれを聞いて痛く教えられたといいます。
神様が聖書が言ってる通り生きておられるならば、なぜ自分は自分の悩みの中で閉じ込められているかのように塞ぎ込んで落ち込んでおられようか。神様がおられるのだから、心の中の重荷を申し上げて、神様の力により頼んで生きるべきではなかったのかと自分に言い聞かせたと言われております。今日はこのエペソ人への手紙の最後の部分になりますけれども、この6章の実節のところからパウロ先生の語られた神の御言葉をご一緒に見たいと思っております。6章の実節にまずパウロ先生はこう書かれています。主にあってその大能の力によって強められなさい。神様の力によって強められなさいというのであります。私たちは生きている以上さまざまな悩みに出会います。今のようなこの世界の状況の中で、新型コロナウイルスという恐るべき感染症、この疫病の脅威にさらされております。特に日本は今その第2波と言われるような感染症のうねりのようなものに全国が襲われております。一体いつまで続くのだろうかと、誰もがその危険にさらされており、私たちの生活も大きく様変わりしてきております。外での活動が極端に制限され、リモートリモート、オンラインオンラインと毎日のように言われて、人と人との間を分断するのがこのウイルスの特殊な怖さであります。この夏も家族との楽しい時間を期待していた人々もオンラインでの規制、オンライン規制という言葉は初めて聞きましたけれど、規制にもオンラインがあるのかなと、オンライン規制とか電話で話をするようにと言われておりますが、この感染症のために仕事の上でも大きな影響を受けている人も多いと思います。その上に梅雨が終わるや否や急激に猛暑が襲ってきて、今度は熱中症に気をつけなければならないという、世界の気象がすっかり様変わりして、日本は亜熱帯気候のような状態になりつつあります。私たちの家族や仕事や健康がこうして脅かされている今日、私たちはともすればマルティン・ルターのように悩みに心が奪われて、気がつくと沈み込んでいたという、そんな状態になりやすいのではないかと思います。そんな私たちに神様は今日御言葉を通して、どのように生きていけば、このような時にどのように生きていけばいいかを私たちに教えてくださっています。13節を見てみましょう。大切なことは神のすべての武具を取りなさいということであります。神様のすべての武具、私たちはいろいろな理由で信仰が、あるいは思いが悲観的になったり後ろ向きになったりしやすいことがございます。しかしパウロ先生はそういう
全ての事柄の背後には目に見えない暗闇の世界の支配者である悪しき力が働いていることを知らなければならないと教えております。いわゆるサタンの力というものであります。神様を信じて生きるということは私たちが考えているよりもずっと難しいということ、油断をしていると信仰の足をすくわれていつの間にか不信仰な人生に戻ってしまうということをパウロ先生は警告しています。そこで彼は信仰の人生を戦いに例えています。イエス・キリストも弟子たちに教えられました。ヨハネの福音書の16章33節にこのようにイエス様は弟子たちに言われました。あなた方はこの世にあっては患難があります。この世にあっては必ず患難があるとイエス様は教えられたのであります。生きることは戦いであるとイエス様は教えられました。いろんな意味において私たちは心がいつも脅威にさらされています。そしてイエス様は続けて言われました。しかし勇敢でありなさい、なぜなら私はすでに世に勝ったからである。世に勝ったのです。イエス・キリストはすでにこの世のいかなる戦いにも勝利して復活し今も生きておられるお方であります。そのイエス・キリストの信仰によってつながっている一人一人はイエス・キリストの勝利に共に預かっているということであります。どんなに難しい問題にも私たちがもしイエス・キリストとしっかりとつながっているならば、キリストを信頼しているならば必ず解決があるということ、だから勇気を出すことが必要だというのであります。勇気を出すということはこのエペソ書で神様が伝えてくださっているように、この人生という戦いのための武具を道具を取るということであります。ここに語られている神様の武具、大変印象深いものでありますから、頭の中でイメージをしながら私たちに与えられている神の武具がどのようなものか、それをしっかりと記憶に刻んでまいりたいと思います。パウロ先生は当時のローマの兵隊、兵士の姿をイメージしてこの例えを語ったのだと思われます。まず第一に第14節でこう言われます。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけなさいとあります。真理の帯、私たちで言うとバンドということでありますが、この帯というのは大変重要なものであります。立派な服装をしていても帯がなければ動くときに大変不便であります。テキパキと行動することのためには腰に帯を締めるということが重要になってきます。真理の帯を締めなさい、そしてこの胸には正義の胸当てをつけなさいというのであります。胸当てというのは私たちの心臓を守るとても重要なものであります。真理の帯と正義の胸当て、これは様々に解釈することができますが、神に対しても人に対しても真実に生きよう、自らの良心に対して偽ることのないように生きようと勧められていると考えられます。
まずこの人生という戦いを生きていくために必要なのは真実に生きること、自らの良心に照らして生きること、ごまかしや偽りのない生活を生きようとすることが基本だというのであります。次に15節で、足には平和の福音の備えを履きなさいと言われています。平和の福音の靴を履きなさい、靴を履くということの重要性、まあどのような履物であったとしても、地震の時にはまず靴を履きなさいとよく言われます。枕元に靴を置いて寝なさいともよく言われますけれども、それほど靴は大事なものであります。イエス・キリストの平和の福音という靴を常に履いておきなさい。キリストの福音こそ私たちに平和を与えてくれるものであります。心に平安をもたらしてくれるものがキリストの福音であります。神と人、人と人との間に平和を生み出すものがキリストの福音であります。キリストの素晴らしい訪れ、十字架の贖いとその許し、それが人の心に平安を与え、家庭の中に平安を与え、グループの中に信頼をもたらしてくれるものであります。どこに行くにもキリストの平和の福音の履物を履きなさいと勧められています。さらに16節では、これらのものの上に信仰の大盾を取りなさい、大きな盾を取りなさいというのであります。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。信仰という大盾によって自らの身を守ることができる。ふっと湧いてくる疑いの心や弱気になろうとする心や不信仰な思い、妬みや恨みや憎しみなどの心、不安や恐れの心、こういったものが心のどこからかふっと湧き上がってくる、それらを一つ一つ信仰によってその火矢を消していきなさいというのであります。とても大切な教えであります。ヨハネの福音書の11章40節のところで、イエス様がマルタという女性に言われたお言葉があります。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。イエス様は兄を病気で失って悲しみの淵に沈んでいたマルタにこう語られたのであります。このイエス様のお言葉は私たち一人一人に語りかけられているものであります。信仰の大盾を持ってイエス様を見上げ、もし信じるならあなたは神の栄光を見る、そう言われるイエス・キリストを信頼してついていく、そうすれば悩みの中にも必ず解決がある。信仰の大盾を取って一つ一つの不信仰な火矢を消していけば、そこに神の栄光を見ることができると約束されています。そしてさらに17節に、救いの兜をかぶり、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとあります。救いの兜、
頭にかぶるヘルメットのようなものであります。救いの兜とは救いの確信のことであります。神様が自分を救ってくださっている、今すでに救いの中に入れられているという揺るぎない確信を持つことを救いの兜と言っています。イエス・キリストの十字架の贖いによってすでに全ての罪が許され、今神の子供として受け入れられ、神様との人格的な愛の中に招き入れられている、それが救いということであります。キリストの十字架の血潮によって罪許され、神の子とされ、今神様と深い信頼の交わりの中に入れられている、今聖霊によって神と共に生かしていただいている、それが救いの兜であります。その時何が起ころうとも、神様は私は決してあなたを見捨てず見放さない、私はあなたを愛している、このように語り続けてくださるのであります。今まで申し上げましたこの真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の履物、そして信仰の大盾、救いの兜、これらはすべてこの人生の中を生きていくために自分を守るものであります。しかし次に出てくる神の御言葉の剣は、唯一守るというよりも攻撃するものであります。信仰者としてこの世で生きていくためには、ただ守るだけでなく御言葉の剣が必要であります。聖書の御言葉という剣によって私たちはいかに生きていけばいいか、どのようにこれの中にあって自分の役割を果たしていけばいいか、そのような根本的なことを教えられるのであります。御言葉は私たちが積極的にこの世で生きていくための知恵と力を与えてくれます。最後に祈りが挙げられています。18節を見てみましょう。パウロ先生はこう言われます。どんな時にも御霊によって祈りなさい、お互いのために祈りなさい、忍耐の限りを尽くして祈りなさい、このように何度も祈りの重要性を強調しています。祈りは私たちの心から憂いを取り除きます。そして魂を強くしてくれます。真理の帯を締め、正義の胸当てをつけ、平和の福音の備えを履き、信仰の大盾をいつも取って、救いの兜をかぶり、御霊の剣である神の御言葉をいただき、そしてどんな時にも祈りながら生きていくならば、私たちは必ず神様が導いておられる目的へと近づいていくことができると確信いたします。これらどれ一つとして欠けてはいけない神様の武具であります。私たちに与えられている生きるという戦いのためのなくてはならない道具であります。いかがでしょうか。こういった武具を私たちは身につけているでしょうか。それとも祈りが欠けているでしょうか。御言葉という栄養が十分行き渡っていないでしょうか。信仰が弱っているでしょうか。
救いの確信が揺らいでいるでしょうか。こういったことを吟味しながら、自分に欠けているものをこれからの日々の中で強く補ってまいりたいと思います。メソジスト教会という世界で3番目に大きい教団の創始者であるジョン・ウェスレーという人は、88歳まで生きられた人でありますけれども、最晩年に至るまで頭はシャキッとして、その働きは衰えを知らなかったと言われています。ある時ジョン・ウェスレーにある人がこう尋ねました。先生のその元気の秘訣は何ですか。そう聞かれた時、ウェスレーはこう答えたと言っています。それは毎朝メッセージをさせていただいているからですと答えたというのです。ジョン・ウェスレーは朝早くから毎日早朝礼拝をして、その時に聖書の御言葉の解き明かしをしておりました。その習慣がくしくも彼の頭をシャンとさせ、精神をみなぎらせ、活発な活動を最晩年まで続けることのできた秘訣であったようであります。もちろん長生きが全てではありません。神様が与えてくださったこの地上での命を最後まで活発で前向きに積極的に活動していきたいものであります。そしてイエス・キリストの香りを醸し出すような人生を全うしたいと思います。そのために神様が与えてくださる神のすべての武具を身につけるという習慣を培っていこうではありませんか。これは実際にあった話でありますが、18世紀の後半、イギリス軍が南太平洋にあるタヒチ島に遠征するためにバウンティー号という大きな船を建造いたしました。このバウンティー号に艦長以下46名の乗組員を乗せて、イギリスから南太平洋のタヒチ島まで世界一周約5万キロの航海に挑んだのであります。この一行の使命は、タヒチ島に自生しているパンの木という木を集めることでありました。パンの木というのは皆様ご存知でしょうか。私は見たことはありませんけれども、一度は見てみたいと思っております。果物のようでありますけれども、このような大きな冒険に出たわけでありますが、1年半に及ぶ長い航海の間に乗組員たちの間にだんだん不満が溜まってきて、ある時それが爆発したのであります。乗組員の半数ほどの人たちが反乱に加わって、艦長を捕らえて艦長をその船から追放しました。10人乗りのボートに艦長以下他の人たちを詰め込んで、そのバウンティー号から切り離したのであります。なんとこのボートは42日間7000キロを漂流して、奇跡的にイギリスに戻ることができたのであります。反乱者たちはタヒチ島まで着き、そこで12人の女性と6人の男性と子供1人をさらうようにして船に乗せると、自分たちだけの楽園を求めて南太平洋をさまよいました。
そしてポリネシアの無人島でピトケアンというところにたどり着いたのであります。ここにユートピアを築こうとして島に永住を決意し、沖合に停泊していたバウンティー号に火を放って燃やしてしまったのであります。もう誰も島から出られないようにいたしました。それから数十年後、このピトケアン島という島はアメリカの捕鯨船によって発見され、その後イギリス領に組み入れられました。ところがこの反乱者の第6代目にあたるトム・クリスチャンという人をはじめ、その子孫14世帯30数名の人たちが今でも現在この島にとどまり、なんとクリスチャンとして滞在していると、暮らしているのだそうであります。かつての反乱者たちがどのようにして信仰に生きるようになったのか、それには訳があります。上陸して間もなく、彼らの間には女性の奪い合いから激しい戦いが始まった。ユートピアを築くはずだった島は残虐な殺し合いの場に変わってしまったのであります。そして気がつくと、生き残っている男性はジョン・アダムスという水兵一人だけになっていたのであります。このままではいけないと思ったこのジョン・アダムスは、バウンティー号から持ち込まれた一冊の聖書を読んで、残された女性や子供たちに神様の御言葉を教え始めたのだそうです。この一冊の聖書によってピトケアン島はようやく秩序を回復し始めたのであります。一冊の聖書によって、美空ひばりさんが一本の鉛筆によってとかなんとかっていう歌を歌われましたけれど、一本の鉛筆ではありませんが、一冊の聖書によってこの小さな共同体は救われたと言ってよいでしょう。神様が与えてくださった尊い神の武具を身につけて生きること、それを私たちの信仰生活の習慣として培っていこうではありませんか。一言お祈りをいたします。天の父よ、あなたは私たちが神の子供としてどのような状況の中にあってもしっかりと強く生きていけるようにと必要なすべてのものを備えてくださいました。どうかあなたの御前に真実に正しく生きていくことができるように、そしてイエス・キリストの福音を携え、信仰の大盾を取り、救いの兜をかぶり、神の御言葉である聖書に養われて生きていくものとなることができますように、そしていつもどんな時にも祈りに励むものとなることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。